そうですね、自信をやっぱり持てるようになるので、人に会いたくなったりとか、まあ、そうステージ立つ時とか人に見られたいって思うように変化はあります。まあ、洗顔料って今までこう特にこだわりなく何でもいいのかなと思ってたんですけれども、実際、まあ、バルクオムの商品を使ってみて、やっぱり使用感っていうのはこんなに違うんだなと思いました。まあ、パッケージとかデザインとかもすごい洗練されたイメージで、香りもよくこう飽きずに使えるなっていう印象があります。とやっぱ肌にこうスッと馴染む感じが第一印象です。であとやっぱりその使った後に結構肌が柔らかい感じがしました。とやっぱり使ってみて、普段もう不節制な生活ばかりで結構朝まで飲んだりとかそういうことも多いんですけれども、飲み行ったお店で実際、まあ、そこのバーの人になんか実際の年齢よりちょっと若く見られたことはありました。いつまでもちょっと色気のある男でいたいなと思います。やっぱりシミのない肌を保つにはスキンケアが大切だと思います。